牧小優は大韓民国のサッカー選手。ポジションはミッドフィルダー。K リーグに、富山アイパーク所属。四世代学校を経て2010年から、富山アイパークでプレー。同年5月2日の FC ソウル戦でプロデビュー。2014年2月6日、中国サッカースーパーリーグの公衆、浮力属級クラブに移籍した。2015年7月6日、 UAE リーグのあるジャジーラクラブへ移籍した。2017年7月12日、エミレーツクラブへ移籍した。2012年夏、ロンドンオリンピックに韓国代表として参加。全6試合のうち5試合に先発出場した。2012年11月14日、オーストラリアとの親善試合で A 代表デビューを果たした。2013年7月、 東アジアカップ2013の韓国代表に選ばれた。2014FIFA ワールドカップの韓国代表に選ばれたが出場機会はなかった。2012年8月10日、日本代表との対戦となったロンドン五輪男子サッカー3位決定戦の試合後、僕は上半身裸になった上で国旗の対局機と一緒に徳島は我々の領土と 韓国語で書かれたメッセージを掲げた。五輪施設や会場などでの政治的な宣伝活動はオリンピック憲章で禁じられており、法の行為はこれに抵触する疑いがあったため、国際オリンピック委員会は調査を開始、これと同時に法には表彰式に出席しないよう要請し、銅メダルの授与を保留した。これにより、僕は表彰式に出席できず名前も呼ばれなかった。また、 同様に政治的アピールを行うことを禁じる FIFA フフも別個に調査に乗り出した。国際オリンピック委員会のジャック・ロギ会長は、法の行為は明らかに政治的な表現と見るべきだとの見解を述べ、厳しく対処する姿勢を示し、銅メダルの扱いについては FIFA フフによる調査結果に基づいて決めるとの方針を明らかにした。僕は銅メダルを受け取ることなく帰国したが、 聖画台での祝賀夕食会に出席し、自らの行為に後悔していないかという質問に対して表彰式に出られなかったのは残念ですが、他の部分については全くと述べた。別のインタビューでは、メダルを受け取れないと聞いて驚いたと心情を劣ろした。また、2013年8月にスポーツ新聞のインタビュー記事で、日本は嫌いであることを告白した。10月5日に FIFA は、 中立費にて、聴聞会を開いたが、処分の決定は延期された。同月31日、大韓サッカー協会は、国際オリンピック委員会が法に対して、銅メダル証明書を発行したことを発表した。また、銅メダル獲得に伴い、韓国政府から与えられる、兵役免除の特権も、韓国政府は認める方針であることが報じられた。月日に、 フィファ規律委員会による2度目の聴聞会が開かれ、処分が決定した。通常ならば速やかに処分内容の発表が行われるが、法の場合においては、それがなされなかったため、日本の一部メディアから、特別待遇ではないかと、批判が出た。その後、12月3日に大韓サッカー協会により、僕は、国際 A マッチ2試合の出場停止と3500スイスフランの罰金。 大韓サッカー協会は警告の処分を受けたことが明らかになった。2013年2月12日、国際オリンピック委員会理事会は、僕と韓国オリンピック委員会に強い警告を行い、韓国オリンピック委員会は、オリンピック検証とオリンピック精神を韓国人競技者に理解させるための教育計画を設計し、国際オリンピック委員会から承認を得ることが義務付けられた。 僕には、式典や宣伝をしないことを前提に、銅メダルが配送された。上記のように、国際サッカー連盟は、試合会場での政治的な宣伝活動を禁じているが、2014年6月7日には、アルゼンチン中部ラプラタで行われた、国際親善試合で、サッカーアルゼンチン代表が試合開始直前に、方に、続いて、マルビナス諸島は、アルゼンチンだと書いた。 横断幕を掲げた。それに対してイギリス側は代表選手やスタッフ全員に政治的な質問には答えないよう通達を出した。ありがとうございます。